キュアスパークルとキュアグレースのファッション対決。今日は私たちがキュアフォンティーヌをおしゃれにコーディネートしちゃうよ。私の方がキュアグレースよりもおしゃれで可愛くコーディネートしちゃうんだから、私だって負けないよ。ファッションコーディネート対決、最後までみんな見てね。見てくれるっていう人はグッドボタンを押してくれると嬉しいな。わあ、みんなが楽しみに見てくれようとしてる。よーし、みんなの期待に応えて、まずは私からおしゃれにコーディネートさせちゃうよ。キュアフォンティーヌはいつもとっても可愛いけど、大人っぽさとはちょっと違った、こんな華やかなお洋服と、この髪型はどうかな。おしゃれにお着替えさせてみるよ。まずは髪を取って、お洋服も脱いで、そしてお洋服をお着替えして、髪をつけて、じゃじゃーん、出来上がり。どうかしら、似合ってるかしら。いつもとは違う格好でなんだか楽しいわ。後ろはこんな感じ、横はこんな感じ。とても可愛い髪型ね。ヘアアクセも素敵。気に入ってもらえたみたいでよかった。うわー、キュアフォンティーヌ可愛い。よし、次は私がもっともっと可愛くさせちゃう番だよ。私はキュアフォンティーヌがいつも着ない、こんな感じの黄色い元気いっぱいのお洋服と、ちょっと落ち着いている大人のお姉さん。だけど、猫のお耳があってキュートなこの髪型にしちゃうよ。まずは、さっきキュアスパークルが着せたお洋服と髪型を取って、そして、新しいお洋服に着替え。髪型は、こんな感じの大人っぽくキュートな髪型にして。うわー、すごい可愛い。みんなどうかな？このお洋服と髪型も似合ってるかな。お洋服は黄色と紫、オレンジの素敵なお洋服ね。後ろにはリボンもついてる。そして髪型は、猫ちゃんの耳とマカロンのついた、とっても可愛くて大人っぽい髪型ね。紫色のふわふわの髪型が気に入ったわ。気に入ってもらえてよかった。うわー、このお洋服も可愛い。キュアフォンティーヌ美人だから何着ても似合うね。二人のコーデセンスがとっても素晴らしいのよ。みんなは二人のおしゃれ気に入ったかな。可愛いなと思ってくれた人はグッドボタンやチャンネル登録してくれると嬉しいな。それじゃあ今日はこの辺で、じゃあね、バイバーイ。この8つの卵のどれか1つだけにおこたまが隠れているよ。どの卵に隠れているか、みんなわかるかな？正解は、黄色の隠れたものの中にモーグタンが隠れていたよ。黄色の隠れたのを選んだ人、もう正解！おめでとう！メルちゃんじゃんけん始まるよ。メルちゃんじゃんけん、じゃんけんパー。メルちゃんが出したのはパー。チョキを出した人が勝ちだよ。動画を最後まで見てくれてありがとう。メリーからのお願いメリー。遊ぶ今の画面でこのチャンネル登録と書かれているボタンをポチッと押してほしいメリー。そう、YouTube のボタンをポチッと押すメリよ。そうすると、アソブームの楽しい動画が毎日2本も見れちゃうんだよね。シールや塗り絵、いろんな動画がたくさん。おしゃれでイケてる動画が見つかっちゃうかも。楽しい動画たくさん用意してるので、チャンネル登録してアソブームの動画いっぱい見るメリよ。そうそう、動画のここにあるアイマークをタッチすると、アソブームの他の動画が出てくるメリ。タッチしていろんな動画を見てみるメリよ。これからもアソブームよろしくメリ。